ちょっと何来ても。返事をくれた、マジごめん。今何してる？誰ここにおんの？しかも俺、うん、金曜の返事。今日日曜日ですね。そう。なんかだるいじゃん。やめてよ。なんかそのすぐ返して。何してたの今丸？うん？金曜日？うん。飲み行ってた。誰と？一人一人。うるせえわカステラに来た。まあ、金曜日飯いやご飯行って、ご飯というかまあ飲み行って12時ぐらいに、うん、まあ、迎え来てもらって帰りました。どうもが誰に迎えに行ったの？これ動画に使えないからな、ラジオだけだから言えんの。いやいや、ラジオの方が公共いろんな人が聞いてるよ。だからいいんだよ、もう大丈夫だよ。今まで別に悪いことしてないから、うん、悪いことなんだよな。なんか別に悪いことしない。悪いことのように言うやん。いや楽しんでるだけ。もうやめろよ。誰に迎えに来てもらったの？迎えに来てもらった。誰に？ん？誰に？ごまみだよ。で、ごまみって言わなくていい。元カノでいいじゃん。元カノですね。元カノでごまみって言っちゃうの。で、そっか、じゃあ元カノにと今から迎えに来てもらうからとしみつのライン無視したの？それはボヘミアラブソ、その時はボヘミアラブソって言うみたいなやつ、うん、みたいなやつ。それをみたいなやつなんで意味わけかな。で、見ようと思って何してんのかなって、まあ一応なんかそう好きそうだったから、うん、連絡したらその感じで来てね、その時は、うん、だからちゃんと言ったんで、理由はちょっと今から飲み終わって迎え来てもらうからごめん今日無理だわって、うん、でも本当仲いいよね、ゴアミと。仲いいね、仲良しだよ。なんか別に別れたのになんかあれでしょ、喧嘩別れというよりはまあ一回距離置こっかくらいのあれでしょ。距離置こっかっていうよりもなんか、まあ、まあ解消しようぜこれみたいな。なんだろうね、あるじゃん、距離置こうっていうよりもなんかこうスパーンだけどまあ仲いいよねみたいな。じゃお前のゴアミの話はまじどうでもいいんだってば。そうだった。何そんなことどうでもいいんだわ。声出すな。朝から。お前はゴアミとクリスマスも一緒に過ごすんだろ。ふざけんなよお前。ふざけるなって言ってんだ。クリスマスいないの相手？いいねーって言ってんの。予定入れた方がいいよ。だろ、うん、だから、とりあえず店予約しようって今俺は年の子を誘ってた。じゃあ違う、誘い違うよ。一個ずつだから。あ、一個ずつだそうだね。そうそうそう。あ、そうだね。一応同じレッスン予約しない？同じレッスンの予約。え、意味がわからん。なんでそんな友達と一緒にいたがるの？違う。その時間にさ、あいつ女の子来たらわかるやん。うわっ、うん、ってなるじゃん。で、ちょっとアイコンタクトで。で、疑いな。いや、なんでそんなに痛がるの？順番が違うだけ、順番が違うだけなの。後から報告し合えばいいやん、別にそれは。いや、そこはやっぱりなんかね、エンターテインメント性がない。だから、その女の子とのデートをエンターテインメントにすんな。こっちのエンターテインメントに。差してあげたじゃん。それ振る舞うんだよ、こっちは。だったら、こういらないじゃん、片方だけでいいじゃん。気持ちだけそう。一緒にいる必要はないかもしれないけど、まあ、楽しませる気持ちはすごいできる。それはいいよ、そのエンタメはいいよ。美味しい。レストランを予約して、うん、楽しませる気持ちはできてるけど、まあ、その相手だけがまだ見つかってない。いやさ、そこが一番大事なの。それが一番大事。そこが問題なんだよね、うん、だから大切な人がいてお店を予約するじゃん、うん、それがちょっと逆、間違えて逆になっただけでお店を予約して、こっから今12月2日だけど、はい、24か25までに、うん、一緒にご飯食べる人を見つけ出さなければならない。プレッシャーをかける意味でもまず店を予約しん。100人ある。ブレッシャーが受けるんだったらもう絶対別々の店にした方がいいよ。まあ、そうだね、うん、別に。そうそうだ、だからお互いじゃあいい店には予約しておこう。あ、今予約できんのかな、遅いのかな。なんかもうなんかホテルとかだったらもう厳しいですよね、ちょっとホテル系の。ホテルも一緒に取りたいで。でもスイートルームは空いてたん。空いてた。それはね、いきなりハードル高くない？こっからそこまで事前に言っておけばいいから、多分ホテル取ってやる。わかんないけど、哲也さんもなんか一緒に俺と、わかんないけど一緒にスイートルームとレストランを予約してた。いや、わかんないけどじゃねえ、お前が LINE にやったんだよ。哲也さん、ここがいいっすみたいな。哲也もなんか友達と結局ご飯食べることになったんだよね、確か。一緒に決めてたからなんだけど、哲也。哲也は相手を見つけやがったんだよね。見つけた、そう、なんか連絡来たらしい。うん、で、で私たちはおらんのである。困ったなぁ。当てゼロだよね、ちゃんと。じゃあ、当てゼロ。いや、それあれだよね、そういう、なんていうの、どういうゼロ、それは、行きたいなって思う子がいないってこと？そう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 。それもだし、向こうから、もう、両方、だから、両方の気持ちが大事じゃん。両方がさ、
この子とこの人と過ごしたいって思って過ごさないといけないわけじゃん、はい、いやそれってもうさ、でもさ本当もう好きってことだよね、お互いが。いや何よ、お前当たり前だと言ってんだよえ、でも好きにもいろいろあると思ってるから。そうだ、別にいいんだよ、そのラブライクみたいなね。そう、なんかその人とその人にとってのあのまあベストっていうか ベターでもいいんだけど、まあとりあえず今年なら最高の相手だったら別にいいんだよ。そうそうそう、あまあ本当に理想はそれ彼女と行きたいよ。確かに、だからそこまで到達するにはあまりにも難しいじゃん、彼女とできないからさ。そうなんだよ想像以上に彼女できない、ね、そう、びっくりするよ、ね、いいよ普通に。このあのクリスマスに予定のない人はね、クリスマスに予定がないってこと言いたがるらしいんですよ。ダセ、うん、ダセーぞお前ら。予約予定はあるやんね、店予約した時点で。これを公言してることによってダサくない、悪いけど、うん、いや公言してるのがダサいんだよ。いやじゃあダサくていい、もう俺は別にダサくないキャラで売ってないから。だってさ、過ごしたい人は一緒、チームだし、いっぱいいるじゃん、実は。何が？あ、待って。もう大丈夫大丈夫そこ今。今仲間と思ってた、違った説ない今。ハンサムボーイ出てきた。俺今。だってさ、急にハンサムボーイ出てきたからさ。あ、今ちょっと年齢だけどそっか今からここ。よう映さないでしょうか。いや仲間でしょ。まあ、で LINE でさ、なんか他の友達からさ、年齢と仲良くしたいっていう女の子いるんだけど連絡先教えていいみたいなこと聞かれることあるでしょ。結構あるでしょ。年に2回とかね。少な。俺は普通になんか断るでしょ。断るの？じゃあ分かる。俺も昨日もあってさ、いいよそういうのもあって断るじゃんって。もうちゃんと言ってるから、ね、ちょっとやめてって言って。それなんで断らせるの？え？だってその友達と友達は友達なんだよ。うん。俺でもそいつのこと知らないもん。知らないけどさ。じゃあ俺なんか、ね、気持ちが乗らんもん普通に。分かるよ。分かるでしょ。分かる。あ、なんか違うじゃんやっぱり。でもなんか。だから俺は本当にありがたいんだけど、そういう話結構多いから断るようにしてるんだ。どこかでお会いして、ああでもそういう感じ、仲良くなりましょうって言っておいてって送ってるから、うん、だから別に過ごしたい人がいないわけじゃないじゃん。なんか難しい、普通とは違う状況じゃない？難しいよね。ちょっとどっちの立場だろう。ちょっとなんか待ってよ、これはどっちがあ、やってるんだ待ってよ、としみつじゃないか、こうじゃないか、悩んでるの実は。違うって、りょうさん意外と、こう、りょうの味方、りょうの味方をする必要ないぞ、これどうやら目が恐れてるよ、としみつこれ、としみつ待って、これ俺ら一緒にやろうって言われて、としみつがこき下ろされてるだけかもしれないように。違うよ、本当に当ててるんだって、仲間、友達、裏切ってるから本当に一緒コラボ行くよ、ちょっと。ダメダメダメ、それはダサい、それはダメダメ。フロアでめっちゃ踊りだよ。ダメダメダメ。もし裏切ったら。ダメ。じゃあ同じ気持ち。クリスマスパーリーな。同じ状況、今。パーリーピーポー。同じ状況だよ。同じ状況。心配しなくていい。同じ状況、ちゃんと。同じ悩みである。どうすんのさ。どうしようねっていう。どこに、どうやったらさ、ちょうどよく過ごす相手が見つかる。だからその一定のハードルを超えるっていう意味でちょうどよくね。まあだからあれでしょ、二人とも恋人を作るじゃないんでしょ、もちろん。いやまあそれが理想なんだけど、それはちょっと。理想、申し訳ないけど難しい。この単行1ヶ月で恋人作る方が逆にその無理なの。そうだね、うん、それは逆にちょっと やばいじゃん。そんな、うん、彼女ってだってもうさ、そんなスピード結構マジで結婚したい風な思えるぐらいの人じゃないともう付き合えなくない？そう、もう君たち2人次付き合う彼女と結婚してもらいますからね、うん、そういや、そんぐらいの気持ちで、うん、気持ちでいるから、うん、付き合うなと、そんぐらいだから付き合うハードルが高くなってより彼女ができないわけ。うん、まあそれ言い方、多分理想が高いって言われるかもしれないですけど、いや理想高くていいよ絶対、一緒に一回しか結婚できませんから。もういいよね本当に、もういい、うん、もう俺25だし実はそう、実はお前25だからね。別れるの悲しいしね。出たこの名言、うん、別れるの悲しいからね。もう1回でいい、あと。そうだって25歳が付き合っていつか知らんけど、例えば2年付き合ったとして別れるとするじゃん、うん、そしたらどうしたら27だからね。そうそう、意味ないからそれ、意味ないじゃん、うん、その恋愛経験積むのは実はいらないから。恋愛経験実はいらないかもしれないもん、ね、説はあるよね。めちゃめちゃ元カノ少ないぜなんだって。めっちゃ少ないよ、めっちゃ少ないよなんで今言っちゃったの。全然できない。いや元カノ少ないのはあれですか、失敗が少ないってことですからね。ここめっちゃ少ないよ、うん、多分だってさ、ここ元カノ少なくてこいつ元カノ多いけど、だってどっちが正しいかってさ、こっちが正しいんだって。お前めっちゃ元カノ多いんだよ。めっちゃ多いもんな。多いなぁ。15とかだもんね。15ぐらいかな。え、前でもミクシーの達人だったんでしょって。じゃあそう、高校の時はね、高校の時はミクシー達人っていう、グリーだね。あ、グリーね。グリー。お互い適当に付き合ってるじゃん。そうなんか真面目なんだよね、多分俺と真実は。真面目。だってさ、普通に過ごしててさ、人生で、泣かせるほど悲しませてしまう時ってさ、彼女と別れる時ぐらいじゃないって思わない？いや、その1回だけありました、僕は。
何しちゃったの？それ聞いていいの？それ。それ聞かない方がいいんだね。じゃあみんなめちゃめちゃ気になったまま聞かないでください。彼女がね、できる人はすごいなと思うよ。だから彼女ができる手前ぐらいのスキーレベルに近い人を見つけて、お互いね、お互いが同じ気持ちじゃないといけないからね。いやでも本当にね、俺誘えないのよ、女の子を。りょうさんはね、なんかね、すぐ誘っちゃうんだよ。そう、りょうさん誘っちゃう。りょうさんはね、自分に自信があるタイプ。なんで誘えないのって言って誘ってるんだよ。としみつは心の中にまだ謙虚さがあるんだよね。なんかまだ誘えないってさ、だって俺誘ったらさ、好きと思われてるって恥ずかしいじゃん。なんで言えばいいじゃん。なんかね、でもその、ちょっとね、ハードルの、あれは違うね。うん。飯一個のハードルが、わかんないよ。その、東京と愛知県の、あれ違う、なんか、地元の。なんだろう、わかるでしょ、ちょっと見て。うんうん、わかるわかる。なんかこっちの田舎が育ってきたからさ、うん、一緒に二人でご飯行こうって、ちょっと。そう、もう、あ、ロックオンさらしたんだって思っちゃうもんね。いや、違うでしょ、全然違う。なんかそのさ、都会のさ、もう、パーリーピーポーたちはさ、飯行くよ、行きましょうってさ、行きましょう行きましょうって勝手に来るじゃんか。それラフな感じでいけるじゃんか。りょうさん、多分そのテンションで誘いつつの、うん。誘えるけど、誘う相手がいないから、俺はほんともう数ヶ月誘ってないよ。あ、そうなの？うん。誘えるよ、相手がいれば。そんな、そうだったらもう、おととい行ったわ。おい、誰と？あの後輩後輩何してんのつって、あのじゃね、全然待って後輩待って、今日日曜日じゃん。うん、一昨日って金曜日だぞ。うわー、じゃあ木曜日か。あ、よかったよかった。あの名古屋でライブ見た日に暇だなと思って一緒やったから、うん、そういうことだよ。そこの誘える範囲が広いか狭いかじゃない、ちょっと。でもあんま変わんないと思うから本当に。でも未だに地元の女の子にビールのあれ、いや地元の女の子逆にもう見てない方が、なんて地元すぎて、だから合わないし、合わないじゃん、地元すぎて逆に、うん、会おうとも思わないし、昔散々見たからさ、この時から知ってる子たちに今さ、なんか忘年会ぐらいでいいやってなる。せっかく2人ともなんていうの、顔こういう仕事して顔広くなったじゃん、あ結局地元の子なんだってなんかちょっともったいない気がしない？いやでもごめんね、結局地元の子っていうか結局ね、そのなんていうの、やめるわ。なんだよ。いや普通にこっちの子がいいですよ、多分。なんだかんだきっと関係あるかな、まあ、その人によるんじゃない、場所なんて。いやなんか楽、多分ちょっとそう、それだからそれで決めちゃうのがもったいないよねって言ってんの、うん、この会いやすいからこいつでいいやっていうのがもったいなくないっていう、会いやすいっていうか、なんていうの、なんか東京の人ハードル高いもん、なんか嬉しく言ってるの多分。なに、どうしたや、心汚れとる、あれとるんか、お前は。だからね、東京にはすまんだよ。まあ、すれてるよ、言ってる。すれてんだよ、なんかね。こいつダメだ。反抗期みたいになる。すれてるね、うぜえわ。東京の女は難しいんだよ。ちょっと慣れてるよね。慣れてんだよ、東京の女は。でもそれもそれじゃない。それでも別にいい子はいい子いるし。まあまあ、そうだな。で、まあ、そうそう、まあ、それ置いときましょう、話は。何の話だ、クリスマス。え、24日今年だ、月曜祝日じゃんか。うん、でも仮に24の夜が祝日だとして、次の日平日なきゃじゃないですか。うん、社会人の人は普通に仕事ですよ、ちなみに。そうだね。相手のことを考えると思う。え、待って、泊まる前提なの、すごくないそれ。あ、ほんとびっくりした。危ねえ、付き合っとるやん、それも。危なかったっけ。確かに、まあ、いい飯を。確かに雰囲気が良くなって、お互い良ければ別に泊まってもいいとは思うよ、ほんとに。いいご飯を食べて、解散が一番綺麗だ。全然それでいい。メリークリスマスって一言言って、解散、いい夜じゃないですか。だから誰をもてなすべきかが難しい。まあ、それはまあ一旦置いといて、うん、君たち12月忙しいぞ、すんごい。いやそこはやっぱりでも忙しいからってその女の子の時間をおろそかにするとダメなのよ。そ, そのさ、その女の子、そのクリスマスはいいよ、クリスマスはそのゆっくりしてもらっていいんですけど、じゃあその相手をどこで見つけるんだっていう時間がないんですよっていう話を。そうなんだよね、うん、だからってか常にそう過ごしてるよね、割と。そうそうそう。え、ちなみにそう、うん、虫さんは、虫さん、僕多分何も決まってないよ。だからどうせ家に帰ったら彼女がいるとかそういうやつだと思います。で彼女がいっぱいなんか頑張ってご飯作ってくれるタイプ。そう、多分家に風船があるんだよね、どうせ。そういう話いらない。いや、お前らが聞いたんだよ。その話聞いてほっこりするっていう女嫌い。見てる人は大変そうだと思うんだけど、虫さんの彼女からじゃもう結構特殊だよね。特殊、うん、なんか絶対王政が敷かれてない、虫さんの。まあ年離れてるからね、結構割となんかさ、まあまあ人それぞれ感覚があるからさ、15歳だって、うん、彼女ん15歳バカ。犯罪者じゃねえかよ。絶対妖精タイプで付き合いたくなくない？やだ。なんかさ、退屈しないのって思っちゃう。なんか多分、ね、こういう仕事してるとね、ちょっとはなっちゃうよ。
こうなんていうの、例えば何時に帰りますかって言われてさ、何時に帰るなんて言えないじゃん僕たちって。でもなんかでも本当にでも、まあ、圧倒的な上と下レベル、レベルって言ったらあれかな、まあでもなんかなんか俺より先に寝てはいけないさがまさし、ほんとそういうそういうさ、カップ絶対心関白だよね、意外とマジでそういう優しいんだけど、しかも聞いてるとなんか同じレベルで話したいじゃん、できるだけ近い、そう尊敬し合って言ったじゃんなるほどね、虫さんの中の尊敬してないじゃん、してないかもね。まあ可愛がってはいるんだけどさ。そう、どっちかというとあれだね、飼育じゃない、大丈夫ですか、飼育の違う。でもそれに近いかもしれない、本当にそう思えるぐらいさ、うん、俺はそう思ってる。そう、なんか僕がしっかりしすぎちゃってるからね、うん、そう、そういうことだな、虫さんがしっかりしてるからなのか。まあでもなんかお互いし、でもしっかりした人がいいじゃんか、うん、なんかお互いの穴を埋め合いたいよね。まあ、それは理想的なカップルかもしれない。理想が高すぎると今のは完今本当の理想ね、うん、そうならないのは僕知ってます。いやでも理想を追い求めた方がいいですよ、一回しか結婚できないですよ。でもなんか結局さ、おしとやかないと思いきやさ、天真爛漫な子がいいだなって思った時なんですそれはあの多分内問年代です、分かんないんだよあ、俺なんか理想と真逆じゃんみたいな、でなんか理想っぽくと付き合った時に全然違うわうん、俺デリカシーないのにこんな俺付き合ってもダメだデリカシーないもんね。としみつは、としみつなんとなくこう外野から見ててとしみつはあのおとなしいこと付き合っちゃダメな気がする。そうだから、それは学んだのよ、ちゃんと恋愛のそういうねあれは学びました。僕は白馬の王子様を待ってる女の子付き合ってダメです、ダメです、うん、本当にそう思う。なんか本当に野菜売ってる女の子下町で気づけたくなくても気づけてしまうもんね、どうしても。そう、気づいちゃうんだよ、そこに気づいた時のね悲しさ絶対なかったよ。ああ俺は白馬の王子様になれないんだなんならあしらわれるぐらいがいいのね、軽く。そうだね、 M ではないけどね、 M だろ、 M かちょっとだけな、うん、でもね25歳の男が年上に行こうとするともう結婚がちらついちゃいますからね。うん、あ、その女性、そう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 相手から知ったら結婚したいだろうし、そうだ、ね、でもそういう人で本当によかったらいいんだもんね。実際その年齢関係ない、関係ないよね、うん、まあ、そう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 、なんか下すぎるなんな関係ないわ。ただでも田舎の女は焦ってるとは思うそう、言いたかったこと言ってくれました田舎の女は結婚したがるんだよ、すぐ子供作るじゃないですかはい、田舎のほどね、あの遊ぶとこないのでエッチしか遊ぶことないのでエッチして子供作るんですよね。これは本当にあの現実的な問題としてはっきり言わせてもらいますけど、うん、あのすぐ子供作ってすぐ離婚するじゃない、うん、でシングルマザーになるじゃないですか、うん、でもこれはね、としみつが今ひどいこと言ってると思いますけど、あのマジなんですよ、これデータ出てますね。そういう田舎の方が、そう、あえて言いましたそう、田舎の方が子供作るの早いんですよ。なんで今言っちゃったんだろうでもでもそうだよね、そうだと思うよ。だからそれで幸せになってる人はもう僕知らないから、だから僕はなんとなくとしみつはこの辺の田舎の人たち、田舎ってこの辺は田舎と仮定しますと、この辺の人たちとやってあの結婚したい結婚したいって言われるよりは、あのもうちょっと広いところから探した方がいいんじゃないのと思うわけですよ。新しい視点ですねだってこの人はもうあの時期結婚しますからね時期にねご飯見た？分かんないよやめとけでもさ、ご飯見と一緒にいる間にさ、本当に風俗にも行くしさ、浮気もするわけじゃん。なんでするの？結果戻るってことはさ、うん、別になんかそれもさ形じゃん。人それぞれカップルに料理があるわけでさ、まあまあまあ、それは別にこっちがとにかく行こうじゃないからね。そう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 。で、その料理で成り立っててさ、それが居心地いいんだ。そうですね。そうなんだよね。結局居心地良さそうだよね。なんだろう、人って最初の方は我慢できるのね。浮気とか別にそして飲みとかさ、行くじゃん。飲みとかの、俺飲み行ってくるから、じゃもう今日相手できないからみたいな感じになったりするじゃん。最初の方は我慢するんだけど、徐々にね、爆発してって、なんか、は帰ってこいよとか連絡超鳴ったりするのね。うん、俺それが嫌なの。一回許したならば全部許せよと向こうはちょっとあれでしょ、束縛的な。そうだね、まあまあまあ元カノだけど、まあゴアミはまあまあまあメンヘラなんだけどメンヘラ時期になるとちょっとあれね、ちょっとっていう。だから今は付き合ってないってこと？そうです。まあご飯とか一緒に食べたり。いやだ、なんか恋愛の話になるとやめよ。恋愛の話になると多分俺勝てないからやめとくなんかあんまりね、いいこと書かれない多分なんか俺の文才だったのかな、ちょっと。え、としみつと俺はデリカシーがないからね。そう、デリカシーがないのよ、本当に。うん、まあデリカシーがないと取るか癖があると取るか。でもですけど愛はあるよね。
愛はある、愛は。だからさ、そのフラッといっちゃう愛のある、こっちは愛があると思ってるじゃんか。そうそうそう、まあ、それがナチュラルデリカシーないかもしれないですけど本当に愛があったとしたら、もしかしたら相手の気持ちを考えられるかもしれんよ。だからねえからできないんだよ俺、愛がないやっちゃう。愛はある、愛だけで喋っちゃうから。そう、楽しいだけでポッていっちゃう。あ、あ、あみたいな。だから美味しいもん食ってさ、美味しいって、うまっ、美味しいみたいな。バカな男じゃん、じゃあでもちゃんと考えるよ、考えるよ、ね、そういうね、そのピンポイントのとこだけデリカシーないのよ。そう、東海オンエアで動画ね、撮ってるせいでさ、この思ったことをすぐ口に出すこと大事じゃん、カメラの前って。 だから言っちゃうんだよ、本当に。それでさ、だって嬉しくってさ、あー、その名前なんだっけってこと覚えようとしないんだよ、まず、あんまり。うざいよ、うざい。でもうざい感じで行くしかないじゃん、もう。もう名前忘れた、名前なんだっけって言っちゃうじゃん。相手によるけどね、そういう。それで傷つかない子もいっぱいいるし。まあ確かにね、こういう子にそういうのはちょっと間違ってますけど。なんかもう、っていう子には、ねえ、だからもう、みたいなね、つって。そう、そういう感じ。だから何の話だ、だから、彼女ができない話だっけ。一応あなたたちがクリスマスのレストランを予約するっていうサブちゃんを撮りたいって言ったんだよ。入った時にこんなサブちゃんなんて食べたらみんな見ちゃうだろ。予約はしとこ、予約はしとこ。予約した上でさ、いつまでキャンセルできるかが問題だし。え、別に当日もキャンセルできるね、きっと。あのなんかイニシエーションラブみたいな感じで店によるでしょ、それ。店によるさ。しかもそれ、すいません今日一人になりましたって、その店に行くかどうかも。いや、ダメだよ、行かなきゃ。え、一人になりましたって言うのやばくないですか。だってあったら同じ店がいいもん。ちょっと水で濡らしてさ、こう体とか濡らして雨降ってねえよね、ガチャッと入ってて、こうやって、あれ一人の花だけ持ってね、一人です。なんで嬉しいな。やばいね、すごいよね。でもそれちょっと楽しいと思うんだよね。いや俺本当にできないな、それ。罰ゲームだもん。いや罰ゲームだよ、自分への、自分が自分に課す罰ゲーム。そう、だってなんなら別に25日家で おとなしく引きこもっててもいいんですよ。なんかね、まあそれはそうなんだよ。でも面白い話のネタ作るの好きじゃん。まあまあこんなことがありましたっていうね、うん、それで生きてるじゃん、ね、それで飯食ってんじゃん。予約しておこう。どこ行けたい、これ。いやでもあれだよ、このレストランを予約しちゃったことによって、俺も予約しちゃったんだよっていう言い訳で誘えますよ。おまあまあそれはあるよ、うん、けどこれ回ってっからね、これが出せない。そうだからこれダサいんだよ、これ。これダサい、これ赤いランプ、マジで赤いランプ消えないから。いや別に今更格好つけようがなくない。そう、今更ね、その理由だろうが、うん、おもろい。どう、何振り構ってないのは別にある意味かっこいいから。そう、結局これも友達と遊んでるのを映してるっていつも通りの光景だからさ。本当、うん、まああれでしょ、今回一緒に飯行く人は、まあ、付き合うつもりで行くわけじゃないだろうから、ある程度のエンタメだと理解しつついかないと。まあ会ってみなきゃ分からないしね、ある程度仲良くなんなきゃ分かんないから。分からない、少なくとも一緒に飯行きたいと思った女性ってことだから、ね、そう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 、そのレベルでは。そっか、じゃああるかもしれないよね、うん。誰、こいつ誘ってほしいやついるわ。あの同級生の方は、あい、君らの同級生を紹介したいの。どうやって言うなって言われるんだから。俺予約する、まあ、しとこう。どこ、どのサイトがいいの、なんかそのいい感じのとこが出てくるサイトとかないの、なんかあの知らねえだろ。知らんだ、うん、まあしておいてサブちゃんでまた結果報告。だから今年は少なくとも、クリスマスぼっちナイト、ぼっちナイトが放送されることはないってことですね、少なくとも。なるほど。一人でいいレストランに行って帰ってきて生放送が始まる。ジャケットを着ておりました。さあ始めましたって。ダサッセーサーサツいきますか。予約しましょう。じゃあお二人ご返答をお祈りしております。いやー、ゆうまるも、結婚報告を早めにお願いします。